GV197 e 系機動車は、東日本旅客鉄道の事業用機動車である。JR 東日本ではこれまで、在来線における採石の輸送並びに散布には、国鉄から承継した機関車と事業用貨車を用いて、いたが、いずれの車両が、老朽化してきたことから投入が計画されたものである。採石輸送だけでなく、入れ替え作業及び、改装列車の牽引作業としての利用も、 想定されている。機動車方式を採用することにより、電化、非電化区間を問わず走行が可能になっている。また、機動車方式にすることによって、機関車、貨車特有のメンテナンス方法や、運転操縦を廃止、効率的なメンテナンスが可能となるほか、編成の両端に運転台を有するため、機関車の入れ替え作業が不要となるとしている。資材運搬を目的とした。 事業用車両の軌動車化は JR 東日本自社開発では初となり鉄道ジャーナリストの松沼岳氏は旅客列車の電車化軌動車化が行われた中で利用目的が限定的で動力車操縦免許が同一でも運転操作の異なる機関車を淘汰させる流れの一環ではないかと推察している6両編成での試運転基本的な車体構造は 同時期に導入が発表された E493 系電車と同一のため、本校では統計式の特徴について述べる。以下の二形式からなり、2両の GVE197 型で GVE196 系4両を挟んだ6両編成が蘇生される。2021年1月に量産先行車となる TS01 編成が新潟トランシスから 高崎車両センターに改装された。2021年3月時点では、高崎線の高崎駅本庄駅間で試運転を行い、同年4月に、性能試験のため、郡山総合車両センターに改装され、その後、仙山線や中央本線などでも試運転を行っている。試験後、高崎地区に先行投入する予定である。また、 非電化区間の車両の入れ替え作業や改装列車の牽引にも使用する予定である。ありがとうございます。